どうもコブルです今回はテクノマンサーのセット装備ボレアリス・モーナックについて紹介いたしますモジュールの一部のダメージが正確ではないのでご了承くださいテクノマンサーのセット装備ボレアリス・モーナックの効果については効果的への武器ダメージが80%増加するコールドスナップを使用した後 8秒間、味方全員のクリティカルダメージが10%増加する。クラウン・オブ・ザ・ボレアリス・モーナック、モジュールがツイン・タレット、クライオ・タレット、クールダウンが発生する前にタレットを2台設置できるようになる。モジュールがペインフル・チル、コールド・スナップ、このスキルの効果を受けているすべての敵に、 2万9909ダメージを与えるローブ・オブ・ザ・ボレアリス・モーナックのモジュールがアイシクル・ストームコールドスナップこのスキルで氷結状態にした敵を倒した際に爆発を発生させ敵から5メートルの範囲にいる者に 22, 2万2220ダメージを与えるモジュールがフロスト・バイトコールドスナップ このスキルで氷結状態にした敵のアーマーが34%低下する。グローブ・オブ・ザ・ボレアリス・モーナック。モジュールがキャプテン・ハンター。エリートに対するダメージが20%増加する。モジュールがサプライズ。クライオ・タレット。タレットが破壊される際に爆発を起こし、6メートルの範囲に 43,289ダメージを与える。ウェイストクロス・オブ・ザ・ボレアリス・モーナック。モジュールがクライオ・ダウン、クライオ・ターレット。このスキルのクールダウンを50%短縮する。モジュールがフリージング・ブースト。凍結状態の敵へのダメージが20%アップする。 ブーツオブザボレアリスモーナックのモジュールがシャープアイ。照準を合わせながら敵を倒すと20秒間94,505の火力を得ることができる。最大で3回までスタックが可能。モジュールがコールドピューリフィケーション、コールドスナップ。このスキルの発動時、自身と範囲内にいる 味方全員のマイナス効果を除去しさらに5秒間マイナス効果を受けなくなる今回はテクノマンサーのセット装備ボレアリスモーナクについての紹介でした一部のモジュールのダメージが正確ではないのでご了承くださいこの動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かりますそれではまた